比叡山鉄道、比叡山鉄道線。比叡山鉄道線は、滋賀県大津市のケーブル、坂本駅から、ケーブル延暦寺駅に至る比叡山鉄道の、ケーブルカー路線である。比叡山延暦寺への東側のルートで、坂本ケーブルと呼ばれている。年末年始を除く冬季は、西側から、比叡山町を目指す鉄道のルートである、永山ケーブル、永山ロープウェイ、そして、 比叡山ドライブウェイを経由する比叡山ドライブバスのいずれもが運休するため、その期間中は通年営業の登路線が公共交通機関では唯一のルートとなる。全長は2025メートルで、1966年に群馬県の伊香保ケーブル鉄道が廃止されて、以来日本最長のケーブルカーとなっており、途中に宝来急駅ともたて山駅の二つの駅がある。 車両は1993年から1号車の円号と2号車の複号という愛称のついた新車両が運行されている。また、ケーブル円略寺駅、ケーブル坂本駅の両駅車は1927年の開業以来の建物で1997年に国の登録有形文化財に登録された。車内照明や全照灯などの電源には、 車内に搭載した蓄電池が使用されているケーブルカーは外部から車両を引っ張って運転するので動力のための電源の供給は必要ない。従来は河川から電源を供給していたが河川柱が1927年の開業以来のもので老朽化してきたことから2006年に電源を蓄電池化し河川からの電気で蓄電池の充電を行うケーブル円略自液ケール 坂本駅の領域構内を除いて2007年4月末までに河川を撤去した。これにより視界を遮る障害物が減少したほか、倒木などで河川が切れることがなくなり短時間での復旧が可能となった。役割を終えた河川柱のうちの一本は、その一部がケーブル坂本駅の入り口脇にモーニュメントとして保存されている。 30分間隔で運行される。ただし、紅葉シーズンなどの土曜、休日は15分間隔に増発される。所要時間は11分であるが、中間駅に停車した場合は少し所要時間が伸びる。運賃は、距離の短い0 3トルケーブル、坂本駅、宝来急駅間及びケーブル円略寺駅も建て、山駅間用の運賃。 大人片道120円が用意されている他は他のすべての区間が大人片道860円に設定されている。大人片道860円の区間は往復割引運賃もある。乗車券は券売機で発売されたものも大きめの難券タイプのもので第253世天台座山田絵体の書いた円と服の字が印刷されている。120円区間の切符は 窓口だけで発売しており、何件タイプの切符に、もたて山、または、放来球と印刷される。なお、乗車券は記念品として自由に持ち帰ることができる。なお、大人860円区間の乗車券で、途中下車は当日中は自由にできるため、中間駅の片方あるいは両方に途中下車することが可能である。普通運賃、2014年4月改定。 ケーブル、坂本駅及びケーブル延暦時では、スルッと関西、共通カードが、乗車時に改札口に設置された、カードリーダーにカードを通す方式により使用できる。なお、同カードを使用した場合は、乗車券、前述の発行はされないが、往復割引運賃が設定されているため、スルッと関西共通カードで、往復乗車する際は、最初のカード使用駅で往復分の運賃を支引 その時に何圏タイプの袋乗車票を渡される。比叡山横断チケットやスルッと関西3-0-2で,でチケットの場合は、提示ではなく、カードリーダーにカードを通しての利用となる。比叡山のケーブルカーは、比叡と山景弁電気鉄道が1912年、明治45年5月7日に、坂本村比叡山根本中道館に、工作鉄道の免許状がカフされているが翌年には、 失効している。その後、比叡山延暦寺への参経秘書などの観光目的に1919 19年、大正8年には、地元、大津電気機道現、京阪石山坂本線や京都、大阪の有力者が中心とした比叡山、工作鉄道株式会社、営山電株式会社が施設を出願し、競合をしていたが、1922年、大正11年11月に、 比叡と残鉄道株式会社として3社が合同して出願し、1924年、大正13年4月鉄道免許状が交付され10月に会社が創立れた。社名は1926年、昭和元年12月27日に比叡山鉄道株式会社に改められている。建設にあたり延暦時からは土地は売却せず、全路や駅舎用地は対応する。 三条駅は、寺の上域から離れたところと四線路は、遠くから見えないようにする。貸した土地に、茶店等を設けるときは、寺の許可とし、茶店での宿泊はさせない。という条件が付けられた。1927年、昭和2年の開業時、日本名物東洋最大坂本から比叡山中道、までケーブルカー11分で通れるとの越図付きの、チラシが配られた。 1929年、昭和4年頃には、西村宇一がによる英文の案内が作られていたことから、日本国内だけでなく、国外からの観光客も想定していた。今も、非英山鉄道が所蔵している、ケーブルカー利用者の方名録には、山本権兵衛、犬飼武士、この絵文みなどの名前が書かれている。そして、太平洋戦争が起こると1945年、 昭和20年3月には営業を休止させられ、山頂側の延略寺駅そばに特攻機、車室カタパルトが建設されることになり5月には全施設が海軍に接収された。車両は資材運搬に客室を取り払って、資材、特攻機用ン運搬用ケーブルカーとして使われたが、特攻機が投入される前に終戦を迎えたため、カタパルトは一度も使用されることなく、 戦後米軍の進駐前に破壊された。終戦後、変換されたケーブルカーを旅客用に修復して1946年、昭和21年8月に営業再開。後に1号車、四雲2号車、随雲との名前が付けられた。そして1958年に、後生の2代目車両に取り替えられた。さらに1992年、 平成4年9月より巻き上げ機の取り替え3代目、車両の導入など、大規模なリニューアル工事が行われ1993年7月24日に、リニューアル工事が竣工した。全駅滋賀県大津市に所在。ケーブル、坂本駅とケーブル延暦寺駅は、駅員配置駅、宝来急駅と、もたて山駅は、無人駅である。宝来急駅。 モタテヤマ駅は通常は全列車が通過する。これらの駅で降車するには乗車時にあらかじめ申告が必要である。また、乗車の場合は両駅のホームに設置されている連絡電話を使用する。必ず次の便に乗車するときなどは、下車時に乗務員、車掌にその旨を伝えておくことも可能である。なお、これらの駅での乗降は各方面とも、 進行方向一番前のドアから行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。